研究所所長のぶです。今日はねこの写真を見ながら解説していきたいと思います。これはジャイブのフォアレイキかな、これはねサロンの方の、ジャイブサロンの方のね写真でねチャットで上げたのでね、これを解説しなくちゃまあ、収まらないだろうという話でちょっと解説していきます。こういうねこのフォアレイキの形ってすごい解説してるんですよ。もう何百って解説してるんですね、実言うとね。それでね、最近で言うとね、これ一つ一つ大体喋る時のテーマっていうのがあって、最近で言うこの写真を上げてるテーマっていうのは、押すっていうんでね、プレッシャーをかけるっていう話をちょっとよくしてるんですね。まあこれが最近のテーマなんですね。まあテーマに沿って、そこに集中して喋り始めると、同じような写真でね、10個も20個も動画作っちゃうんだけどもって話、だからそのテーマなんですよ。で、そのテーマっていうのは何かって言ったら、押すね、プレッシャーをかける。大体みんなこうね、ターンを小さくするってもうボードにプレッシャーかけて押すんですよ。それがね、どうしてもね、テールを沈めるっていうね押し方になってるっていう形が多いんでね。でこれなぜねテールを押しちゃうかっていうと、力でギュッと、ね、小さくターンしようとした時に押すよね。これ絶対ほら押すわけよ。もうこれ間違いなくみんなねギュッと、その時に腰から下で押そうというふうなね、後ろ足だけでギュンと押そうとかっていうみんな形になるわけよ。そうするとどういうことが起きるかっていうと、ね、これちょっと押すのね本当のね意味っていうのをちょっと教えておくんだけど、ね、そうすると一つはこういうふうに体が立ったまま腰から下だけでこうやって押してしまうと、こういう形になっちゃうわけよ。後ろ足でわかります、重心が真上、そしてレール入れてキャッと押すわけよ。そうするとこれねテールを押すことになっちゃって、結局内径を取ってないからこう何レールを入れながら押せないんだよね。レールが入るんだけどグッと押した瞬間に下に押しちゃうわけだから、戻っちゃってテールを沈めるっていう形なんですよ。テールを沈めてターンするっていう、だからターンっていうのは基本的にこういう何横乗り系のターンっていうのは絶対にレールとかねエッジ、スキーとかスノボーとかねサーフィンとかウィンドサーフィンもそうなんだけど、必ずレールを入れるんですよ。ここがすごい重要。それも深いターン、だからウィンドサーフィンの方だったらウィンドサーフィンの場合はジャイブですよね。ジャイブだったら180度ターンしなくちゃならないって言ったらね、腰から下だけでキュッて入れたらせいぜい45度しかボードってのは回んないんですよ。だからそれ以上入れるともう絶対戻るんですよ、内径がないと。わかります、絶対戻るんですよ。あとはスピードがあればあるほど、腰から下でレール入れても絶対に戻るんですよ。だいたい戻ろうというね、あの自然現象、自然の力っていうのが起こるから、絶対ボードってこうフラットにフラットに戻ろうとするんですよ。それもスピードが上がれば上がるほど必ずフラットに戻ろうとするんですよ。そしたらこれね、あのウィンドサーフィンの場合はね、他のスポーツと比べてかなりスピードが出るんですよね。かなりスピードが出る。でボードの浮力もあるんですよ。どうしても水に浮かなくちゃならないっていう浮力が絶対必要なので、だから極端に薄くしたりできないね。エッジをすごいつけすぎたりとか、スキーとかスノボーとかほらあれはもうペラペラでしょ、浮力なんて全くないわけよ。あそこにウィンドサーフィンとかだとどうしても浮力をつけるんですよ。浮かなくちゃならない、走らなくちゃならないっていうのが絶対条件なんで、この条件外すわけいかないんだよね。そうすると浮力がついちゃう、でスピードがすごい上がる。わかります、そうするとどういうことが起きるかそう、腰から下の重心移動だけでね、内径入れたりとかつま先で入れたりとかね、膝で入れたら絶対戻るんですよ。それなのでこのような写真で内径で入れるっていうのがスピードあるジャイブの場合は絶対条件なんですよ。これ 100% 必要なんですよ。 100% ですよ。だからスキーとかスノボーとかさ、直角行ですげえスピード出んじゃん。でもあんなペラペラですよ、浮力なんてゼロですよ、ほぼウィンドとか考えたら。だってあれ浮力あったらもうすっ飛んでっちゃうもんねって話だよね。逆に言うと空飛んでっちゃうもんねって話だよねそう、ウィンドはねこの斜面、ダブルハイのマストの中でね、まあウェーブだったらダブルマスト、ダブルマストぐらいの斜面をものすごい勢いで100キロ近いスピードで下るわけよね。それでこのボードの浮力ですよ。腰から下で入るわけないじゃんっていう、これがジャイブも同じね。アプローチスピード上げてガン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 スピード上げてジャイブした時にね、腰から下だったら絶対入るわけないの、内径絶対必要なんですよ。まあね、今回ちょっと 前半の内容の話がちょっと長くなりそうなんだけどもね、
これ絶対必要なことなんですよ。これ必要っていうか、これ 100% 絶対必要なんですよ。うん、でスピードなくてレール入れようとしたら、これはもうスピードなくてですね、このじゃあスピードを落としてレール入れようとしたら、これは下半身にも入ります。実はだスピードないんだもん、反発ないんだもん、反動がないんだもん。そのおかしい失速化しますよね。だからアプローチスピードが遅いんだもん、ターンしたら絶対失速するんじゃない。でアプローチね、あのスピードがあるジャイブでね、ジャイブの出口までしっかりとスピードが残ると、絶対条件っていうのはアプローチスピードなんですよ。アプローチスピードが速ければ速いほど絶対に出口スピードが速くなるんですよ。これは絶対でしょ。これ誰か考えたら分かるわけ。アプローチスピードが10キロなのに出口で30キロになるわけないんだから。アプローチスピードが100キロだったら、もし半分に落ちても 50キロで出口が出るんですよ。もし半分だとしてもね、ということなんですよ。だからアプローチスピードってのは、止まらないジャイブには絶対条件なんですよ。そのために何が必要かというと、普通のね、普通の人はだいたい腰から下でレールを入れようとするんですよね。これどうしたってね。そしたらこれはもう完成するわけないんですよ。絶対失敗する方法なんですよ。これ逆に言うと絶対に失敗する方法、これ 100% できない方法なんですよ実はね、って話。だから失敗するってのは 100% 大体分かるんですよ。失敗するってのはね、だからね、だからもうこれ 100% 失敗する方法なんで、これアプローチスピード上げて、もう止まらないジャブしたい場合にアプローチスピード上げて入るしかないんですよ。そのためには何が必要か、今までと違った何か必要とは内傾なんですよ。内傾でレールを入れるっていう話ね。そういうことです。まあこれがね、前説としての話です。だいぶ前説が長いんだけど、いつもねそう、そのためには最近でいうね、ポイントで押さえてるね、テーマとしては、後ろ足でねギュッとこう入れるって、押すんじゃなくてレールを入れるってことね。だから先ほどの話でつながったのが、レールを入れるっていうことは内傾で入れるってことで、一番最初に書いたね、この絵のように真上に行ったら、これ膝しか入れなくちゃなんないから、これは40せいぜい入れて45度しかレールが入らない。その後っていうのは絶対戻るっていう話ね。あとはもしスピードが上がれば上がるほどね、45度ですよ、そもそもレールが入れられない。オーバーフロートってよく言うんじゃないですか。ボードの浮力が上がりすぎてレールが入れられない、あれはオーバースピードとも言えるんだよね。腰から下、膝とかとか入れたらオーバースピードだったらレールは入らないです。オーバーフロートじゃないですよ。あれ結局、まあ板をそんなにね小さくしても入らない人は入らない。何で入れるか、内径なんですよね。それしかないんですよ。でもほらこれ見てもらえば分かるけど、必ず内径なんですよ。内径しかね、こう入る要素がないんですよ。これはもうね、絶対な条件。さ今日はね、絶対条件とか 100% ってよく使うんだけどね、 100% 絶対そうなんですよ。できない人は必ず内傾は弱いんですよ。これはもう単純なんですよ。スピードで失速する人ってのは絶対内傾足んないんですよ。これはなぜかというと、先ほど言ったね、解説お話の通りね、だから内傾が必要だっていうね、これはね、お話です。最近のテーマ、後ろ足で押しましょう。後ろ足で押すというか、これ内径を入れてグッとこうレールを入れましょう。これもしっかりボトムがちゃんと見えてるもんね。そう、ボトムが見えてレールが入った中でのプレッシャーなんですよ、かけるのは。内径のね、この G がかかったところのプレッシャーという意味なんですよね。だからね、レールが入ってます、内側に体が倒れてます、これ完璧に体に G がかかってますね。遠心力という G がかかる、そこでのプレッシャーなんですよ。だからこれ後ろ 100% で押しますね、思いっきり。だからこれが後ろ目スタート出して、後ろ足でガーンと押して 100% でパーンって蹴り出したと。その角度はどこかって話なんでね。だからまあスタート出してなんでね、斜め45度前出してて、そうするとレールが40入るから、どういうかというとこういう風に押してるんですよ。でこっちにこう、だからもう斜め45度前に出るから、自分が後ろ斜め45度に押してるってことは、これレールが45度入ってるってこと。でもっと極端な話で言うと、90度角度がレールが入ってたら90度押せるんですね。まあ90度だったらもしかしたらね、スピンアウトしちゃうかもしれないね、外に飛び出しちゃうかもしれないけど、まあでもそのくらいの角度ってこと、45度前に出るってことは45度後ろに押せる、これがプレッシャーをかけるっていう本当の意味なんですよ。みんなが今やってるのは内傾が弱い押してます、こういう押し方になっちゃってるんだよね。だから下に押しちゃってるんだよね。
下に押したらこれはもうブレーキをかけるしかないんですよ。レールが入ってないってこと、ボードが回らないってこと、テールを沈めてフィンで回ってるっていうことになる。極端な話だから、これ0か100で言うと黄色と赤のラインっていうのはそういうことね。でも一般の人が、まあ、極端に言うと0なんですよ。この写真のように一流の人は100なんですよ。このくらいのね、この違いの意識をね、感じないとダメね。まあ少し入れてるから俺は行くんだよ。いや、その少しじゃないです。それはゼロっていう考えにすると、じゃあ何したいかって言った時に、極端な話で極端にできるんですよ、それ練習がね。みんなのその極端な練習の仕方っていうのはあんまり好まないんだよね。なぜかというとチンしちゃうからね。うん。でもその極端の方が絶対意識的には絶対残るんですよ。だしできないことがゼロだと思えばさ、できること100としたらさ、100の方を目指すじゃない。それがちょうど中途半端なことをやると、結局ね、こうスポーツっていうところの場合には、ね、なかなかね、これ上に行かないんだよね。まあ、頭で考えるんだったら一個一個ね、一問一問解いていけばいけるんだけど、スポーツってのはそうはなかなかいかない。うん、0か100ぐらいで考えないと、うん、なぜかというと、まあ、ウィンドサーフィンとかさ、他ので失敗って、だから失敗する、成功するから失敗って考えちゃうと、ほら、失敗って怖いじゃない。恥ずかしいし。そうそう、ちょこっとずつやりたがるんですよ。失敗しない程度に。だし、人が見てるからね。頭の中で考えたり勉強したら、一問一問やってたら失敗したら、じゃあもう一回やり直そうってなるじゃん。ゲームなんかもそうだけど、自分一人でやってれば。一つ一つやってれば別にほら、いいわけじゃん。別に人が見てないんだもん。でもスポーツってのは必ずね、よく人が見てるんですよ。うん、だからそうしたら失敗を恐れるんですよ。そうすると極端なことやんない。だから私がね、最近よく言っても人の目を気にすんなみたいな話をよくしてるんだけどねそう、人の目を気にするってことは人の心の中で生きてるってことだから、結局はね、自分の失敗が恐れてた人の目ばっかり気にしてた、あなた自身が生きてなくて人の目の中で生きてるって話になっちゃうからね。だからね、こういう失敗っていうのは気にしないで、人の目を気にしないっていうのは本当は一番いいわけ。でもなかなかそれってさ、こうなかなかできないんだね。でもそれ吹っ切らなくちゃならないわけよ、本当は。そうすると0100のさ、練習の方法ができるわけよ。ちょっとずつじゃないんだね、一気に。そう、ちょっとずつだとさっき言ったように絶対にダメなんだね。逆にかっこ悪いんだよ、ちょっとずつの方が。だって腰引けてうまくごまかしながらやろうって、スピードはないしみたいな話なの。逆に言うと見てる方はそっちの方がよっぽどかっこ悪いんですよ、実言うと。チンするよりね、すごい勢いで走ってて、ダーンと思いっきりゴロゴロって転がるぐらいスピードでチンした方がかっこいいんだよね、本当はね。私なんか絶対、まあ多分ほとんどの人はそっちの方が、同じ失敗だったら絶対そっちの方がかっこいいと思うんですよ。腰引きでこうやってごまかしながらさ、ヒョロ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 ってさ、スピードもなくスピード落として回る、うん、よっぽどかっこ悪いじゃんって話なんだよね。うん、そっちの方がよっぽどかっこ悪いよね。だからもっとこうっていう話、うん、なんですよ。だからね、なるべくスポーツだったらそういうね、人向けですね。だからね、これね、まあお金のある人だったらね、じゃあどっかのプライベートビーチに行ってガーンと練習しようってできるわけよね。あと私なんかよく、まあよくやってたってのは、私の場合集中力のために、じゃあゲレンデ行きましたというと、必ず端っこでやってたりよくしてたんですよ、集中するためにね。だから恥ずか、人から見て恥ずかしいじゃんってね、集中するためにね。だし人が、ね、いない方が集中できるじゃん。だからもし昔ね、大笑いとかよく行ってたんでね、ウェーブシーにね、うん、その時にどういうこと、いつもね、こう人がいないとこ、いないとこ、だから風上の方に行ったりとか、多少波がね良くなくても、あと風下の方行ったりとか、集中するために。集中するってすごい楽しいね。だし周りが全然見えなくなるし、うん、その周りが見えないってことはさ、人がいてもさ、あ邪魔だなと、そういう心もなくなるじゃん。邪魔だなって心があった時に集中力ってなくなるわけだから、あそこに人がいた、じゃあ波一本乗った、そしたら3人4人乗ってたって言ったらもう嫌じゃん。そういう時は集中できないもんね。うん、でもいい波乗りたいって言ったら、それよりほら、サイズはちょっと良くないけど、小さい方で一本でやったらよっぽど集中できて、よっぽどねできるわけだから、っていうことで、よく端っこでやってたんだよね。だからそういうことでもいいと思うんだ。うん、もしね、こう練習中はちょっと恥ずかしいなと思う人は、多少波が風のちょっと状況悪くても、端っこでね、もし練習するとそれでもいいかもしれない。そっちが自分に合ってればね、人によって違うからね、うん、人に見てもらう、ガンガンこうね、死んでも何でもいいから見てもらってた方がいいとかね、あるしね、じゃなくて俺はそうじゃないんだよねっていう人はね、そっちでもいいかもしれない。だからそれもね、状況を選べばいいかね。
あまり贅沢なくしたらね、欲張っちゃね、いい波で誰もいないで一人でみたいな、そんなことなかなかないしね、ジャイブもすげえいいとこでさ、こう練習したいなって、風も一番安定してて面がフラットで、そういうとこって大体人が多いからそう、だからもしダメだったら海外に行って、ほらプライドベートビーチとさ、ハワイに行って、じゃあどっかのなんとかビーチでね、まあ金肌ホッキーパーに人がいるからさ、途中の間のスプレックスビルのプライドベートビーチを借りてやるとかさ、それだったら別にいいけどさ、うん、だからそういう話になっちゃうからね、結局はね、うん、だからまあ今日言いたいことは思いっきり言ってやりましょうって話なんですよ、うん、だからまあプレッシャーをかけるっていうのはどういうことか、レールを入れてこのね内径でその遠心力ね G にしっかりと乗ったらジャイブをしましょうっていうことね、これがプレッシャーをかける、パワーをかける、圧をかけるっていうことですね。そうするとね、ジャブって全然変わります。だからね、今までみんな圧のかけ方が多分違ってた、下にかけてたんだよね、うん、で今度は前傾して圧かけようとしたらさ、圧かかんなくてさ、体だけ参っちゃったとかさ、そういうことになるので、基本的なことはレールを入れてそこに、しっかりと斜め45度ね、ボードが傾いてレールが入ったらそこの芯に必ず重心が乗るってこと、そうするとあなたの体を斜め45度に内傾してるっていうことになりますから、そこで縮んだものが一気にバーンとこうプレッシャーをかける、圧をかける、押すっていう話になりますから、ぜひともね練習してみてください。